皆さんこんにちは。Eレジェンド管理栄養士の布目です。今回もテーマに沿った商品をコンビニで管理栄養士目線で選んで買っていきたいと思います。それでは今日のお題をお願いします。今日のお題はこちらです。300円以内で肩こりが解消する食べ物。私は結構肩こりするのでいいですね。それでは早速探していきたいと思います。行ってきます。コンビニで買える肩こり解消にいい食べ物ですね。ベスト3を発表していきたいと思います。まず1つ目はこちらです。豚汁です。豚汁の中に含まれているもので豚肉が入ってるかと思います。豚肉はですねビタミン B1 が多く取れるんですけれども、その他にビタミン B6 という栄養素も入っています。ビタミン B1、B6 は主にですね糖質とかタンパク質をエネルギーに変えるそういう役割があります。肩こりの原因なんですけれども同じ姿勢でずっとパソコンを使っていたりとかして筋肉が固まってしまったりとか血流が悪くなるというところから来るものになりますので筋肉の働きを正常に保つというところでビタミン B1、B6 を摂るといいかなというふうに思って豚汁を1つ目は選びました。豚汁がですね、カップのものを今回選んだんですが豚汁が1食でだいたい140円ぐらいで買えるかと思います。2つ目、はい、2つ目はアーモンドになります。アーモンドはビタミン E が多く含まれています。ビタミン E は血流を良くする、そういう働きがありますので血流を良くすることで肩こりも解消されやすいのではないかと思い選びました。アーモンドも200円ぐらいで買えます。3つ目、梅干しです。梅干しはクエン酸が多く含まれているので選びました。クエン酸を摂ることで筋肉疲労の回復が見込めますのでクエン酸の多く入っている梅干しを選びました。梅干し、今回3個入りのものですがだいたい200円ぐらいで買えます。それではですね今日は肩こりを、解消するための食べ物をコンビニで300円以下で、選んできました。皆さんもぜひお試しいただければと思います。皆さんからのお題の方もですね募集しておりますのでコメント欄に、書いていただければ私がそのテーマに沿って、お買い物してきますのでぜひご記入いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。